この大山僧兵太鼓、大山の歴史の中で僧兵が一時3000人もいた時代があります。そういう隆盛を誇った時の僧兵たちの生活を10の章に分けて曲にしたのがこの大山の僧兵太鼓でございます。太鼓というとほとんどの太鼓が祭りというふうに連想されますが、この太鼓はそういう意味では少し変わった太鼓です。日本にも少ない太鼓だと思います。そういう太鼓を大山からやってきました大山の若手、旅館やホテルなんかのオーナーや従業員が立てています。ぜひ聞いてやってください。よろしくお願いします。
Thank you.
Let's go.